県指定文化財になっている高畠町の阿久津八幡神社で昨日防火訓練が行われました。阿久津八幡神社は本殿のほか舞楽殿や三重の塔が県指定文化財となっていて、毎年文化財防火デーに合わせて防火訓練を行っています。訓練には消防団員や地元の人たちで組織する鳥居町自警団の団員、神社関係者などおよそ35人が参加しました。訓練は神社の本殿から火災が発生したことを想定して行われ、火災を発見した神社関係者が火事ぶれを行い119番通報しました。もしもし、はい、阿久津八幡神社です。訓練です。はい、お願いいたします。はい、現場にはポンプ車のほか小型ポンプ2台が配備され、消防署員と消防団員が放水しました。本殿への放水が終わると三重の塔に移動して1分間の一斉放水が行われました。訓練終了後、高畠消防署の山木直也主任は、高畠町には木造の文化財が多く火の回りが早い、消防団や自警団、消防署の連携が重要になると好評を述べました。この後消火器を使った初期消火訓練も行われ、参加者は厳しい寒さの中、万が一に備え真剣な表情で訓練に取り組んでいました。青少年育成地域活動交流会がおととい米沢市の健やかセンターで開かれ、米沢市内4つの地区の活動事例の報告が行われました。米沢市青少年育成市民会議では、家庭や学校、地域が一体となって青少年の健全育成に取り組もうと、各地区で1年間取り組んだ活動事例を紹介する交流会を開き、情報交換を行っています。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった今回は、令和2年度と3年度のモデル地区となっていた南部、塩井、松川、上郷の4つの地区の活動報告が行われました。このうち南部地区では、地区と南部小学校合同の文化祭を通して子どもたちと地域との交流を深めていること、南部小の児童を対象に紅花染め体験やクワガタの勉強会など地元の自然について学ぶ講座を開催したことなどが紹介されました。一方、塩井地区では小学校中学年を対象に地区内の史跡や施設をめぐって地元について学ぶ講座や野外キャンプを行う塩井少年教室を開催したことや、小学生と保育園児の交流イベントを行っていることなどを発表しました。出席者は地域と学校、家庭が連携した取り組みについて理解を深めていました。米沢上杉祭りの第1回実行委員会が今日沖玉総合文化センターで開かれ、今年は例年通り4月29日開幕の日程で開催することを決めました。会議には委員およそ50人が出席し、今年の上杉祭りは例年通り4月29日に開幕し、5月3日まで開催することを確認しました。初日の4月29日には全国の森前広場でステージイベントが行われるほか、踊りのパレード、民謡流しも行われます。5月2日には上杉郡出陣の儀式、武帝式が行われ、最終日の3日には上杉行列と戦国史上最大の激戦と言われた上杉武田の激突、川中島合戦が松川河川敷で再現されます。小島弥左衛門実行委員長は、
去年は新型コロナの影響で規模を縮小しての開催となった。今年は去年よりも多くの人に参加を呼びかけるなどして米沢を盛り上げていきましょうと挨拶しました。実行委員会では今後県や国の新型コロナの判断基準をもとに参加人数や桟敷席の数などを検討していくことにしています。白竜江を知ろうと題した講演会がおととい南陽市の赤湯公民館で開かれ、白竜湖に生息する魚について理解を深めました。この講演会は白竜湖周辺の環境保全などに取り組む白竜湖の自然を守る会が毎年開いているもので、市内を中心におよそ40人が出席しました。今回は山形県内水面水産研究所の副所長荒木康夫さんが講師を務め、白竜湖の魚たち、そしてこれからはと題して講演しました。荒木さんは2016年と2017年に行った白竜湖の魚類調査の結果、過去に報告がなかった外来種や国内移入種の魚が新たに確認されたことから、白竜湖元来の魚類層から大きく変化していると説明しました。その上で、白竜湖の素晴らしいところは、素掘りの水路が残っていたり、水の流れが均一でないなど、魚が住める環境が昔のまま残っていること。魚を守っていくためには、可能な限り現状を維持することが大切と話しました。また、1997年の調査では絶滅したとみられていたメダカが2016年に再発見されたことを挙げ、メダカの数が回復すれば農作物や地域の取り組みをアピールすることもできるのではないかと提案しました。出席者は白竜湖の価値を見つめ直し、今後の保全活動の在り方について考えていました。続いてはミニ企画、今日はうちのアイドルです。このコーナーでは皆さんのご自慢のペットのお写真をご紹介していきます。まず最初にご紹介するのはこちらです。南陽市のチョコちゃん、4歳のワンちゃんです。チョコちゃんはミックス犬で真っ黒な毛並みとまん丸の目が特徴です。飼い主さんによりますと、犬と遊ぶのが大好きで、よく公園で会うお友達のワンちゃんとかけっこするのが好き、ご飯よりもおやつが大好きな食いしん坊ですということです。お友達と元気に遊ぶ姿も見てみたいです ね目がクリクリで、そして可愛いです ね。さあ、そして続いてご紹介するのは米沢市のチェロちゃん、1歳の赤星インコです。チェロちゃんは羽衣赤星インコという種類のインコで、黄色いくちばしに白と青の羽がチャームポイントです。そしてチェロちゃんは寂しがり屋で好奇心が旺盛、家族みんなの肩に乗って挨拶をしてくれるんだそうですよ。家族との仲の良さが伝わってきます ね、はい、そして2枚目の写真こちらですね。飼い主さんによりますと、チェロちゃんは家族が筋肉痛の時にいてててと話すと、チェロちゃんいてててと真似をするそうです。可愛いです ね聞いてみたいですよね、はい、ユニークなチェロちゃんがいれば痛みも吹っ飛んでしまいそうですよね。そうですね、はい、さあ続いてご紹介するのは山形市のシナモンちゃん、1歳のハリネズミです。シナモンちゃんはまん丸の黒い目と茶色い鼻、白い針が背中一面を覆っています。そして飼い主さんによりますと、シナモンちゃんは臆病な性格で食いしん坊、おやつが大好きということですよ。私ハリネズミいつか触ってみたいと思ってたんですけど、はい、針は痛そうですが、コロンとしたこのフォルムが可愛いですよね。ね、可愛いですよね。ちょっとおやつを食べてるところも見てみたいななんて思いますよね。はい、はい、続いてこちら2枚目、シナモンちゃんが正面を向いているお写真、こちらチャームポイントはつぶらな瞳だそうです。こんな瞳で見つめられたらおやつたくさんあげちゃいそうです ね、うるっとしてるのがまたいいですね、はい、さあそして最後にご紹介するのは米沢市の総合公園でお散歩中だった福くん、2歳6ヶ月のシーズー犬です。福くんは白とクリーム色の毛並みに愛らしい表情が特徴です。
こちらの写真を撮影したカメラマンによりますと、福くんはとってもおとなしくて優しい表情のワンちゃんだったということです。なんかお写真からも優しい雰囲気伝わってきますよ ね。さあ、そして2枚目の写真こちらなんですけれども、福くんを抱っこしている飼い主さんによりますと、犬と人が大好きということで、この安心した表情がまた可愛らしいですね。そうですね、懐っこい性格でみんなのアイドル間違いないのではないでしょうか。ということで今回はチョコくん、チェロちゃん、シナモンちゃん、福くんをご紹介しました。では次です。高畑町の浜田博介記念館では今、記念館の四季折々の景色を写した写真展が開かれています。広助記念館の春夏秋冬と題したこの写真展は、冬の間雪に埋もれて見えなくなる記念館の外観や庭の様子を訪れた人たちに見てもらいたいと企画されたものです。館内には記念館の職員や高畑町の地域おこし協力隊員岩田智樹さんが撮影した写真12枚が展示されています。満開の桜の下の門やたくさんのひまわりの花に囲まれる浜田博介の生家、秋になり赤く色づいた木々が池に映る様子など四季折々の景色が切り取られています。中には水に濡らすと赤に変わる赤鬼の石像に水をかける子どもたちの姿を捉えた微笑ましい写真もあります。この展示は来月23日木曜日まで開かれています。